今日は楽しいクリスマス。この後とんでもないことが。生きるか死ぬかクイズ、危険なクリスマス編。第1問、キャンドルを使うとき正しいのはどれ。1、部屋の真ん中に置いたら危ないから窓の近くに置く。2、キャンドルはお皿の上に置く。3、キャンドルは頭の上に乗せる。命がかかってるねばよ、5秒で答えるねば。正解は2の、キャンドルはお皿の上に置くねば。キャンドルを使うときはお皿やガラスの容器など不燃性のものにセットすると安全ねばよ。1みたいに窓の近くに置いてもいいねばだけど、カーテンとか燃えやすいものを近くに置いたら火が燃え移って火事になるかもねばだから危ないねば。3はもってのほか、特に納豆お兄さんは藁をかぶってるから燃えやすいねば。気をつけるねばよ。私はこんなことしないわ。第2問、クリスマスツリーを飾り付けするとき気をつけることは。1、子供やペットが部品を口に入れないようにする。2、ライトのコードで足を引っ掛けないようにする。3、飾りに混ざって毒蛇がいないか気をつける。命がかかってるねばよ、5秒で答えるねば。正解は全部気をつけなきゃいけないねば。どういうこと。順番に説明するねば。まず1はみんなわかるねばよね。小さい部品とかは特に子供やペットが間違って飲んじゃうかもねばだから気をつけるねばよ。あと2も気をつけた方がいいねばね。コードを部屋の真ん中とかで伸ばしちゃうと足引っ掛けて大変なことになるねばよ。問題は3だよ。こんなこと絶対ないでしょ。でも実はこれ本当にあった話ねば。2021年のクリスマスに南アフリカの家で起こった事件ねばよ。飼ってる猫がクリスマスツリーをじーっと見てるなと思ったら、そこに毒蛇がいたねばよ。本当に怖。メリークリスマス。最終問題、次のうちクリスマスで危険な行動はどれ。1、みんなでフライドチキンを食べる。2、この赤い花を飾ってクリスマス気分を盛り上げる。3、サンタさんがいつ来てもいいように玄関を開けっぱなしにして寝る。命がかかってるねばよ、5秒で答えるねば。正解は3だよね。実はこれ全部危険な行為ねば。なんで。1はどうしてダメなの。よく見てほしいねば、犬と猫も食べちゃってるねば。フライドチキンは油を多く使ってるから犬とか猫にあげちゃダメねば。入っちゃったり下痢しちゃったりするかもねばよ。あと鳥の骨は割れやすいねば。だから犬や猫が骨を食べちゃったりしたら体の中で刺さって命に関わることがあるねば。そうなんだ。あとにもペットがいる家はクリスマスフラワーとして知られるポインセチアを飾るときに注意が必要ねば。ポインセチアには葉っぱや樹液などに毒があって、間違って犬や猫が食べてしまうと下痢や吐いちゃったり最悪死んじゃった例もあるねばよ。
ちろん人間の子供も気をつけた方がいいねばね。あと3はサンタさんが来る前に悪い人がサンタクロースに変装して入ってきたりしたら危ないねば。そりゃそうだ。みんな今日学んだことを覚えておいて楽しいクリスマスを過ごすねばよ。今年は私新しい黄色いハッピーでもサンタさんに頼もうかな。大人は自分で買うねばよ。それじゃあせーの、生きる力伸びったねば。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうねば。チャンネル登録してねばね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよ。